こんにちは、岩見拓夫です、えー。年の暮れでありますが野田佳彦首相は窮鼠、えー、同然であります。えー、追い詰められたネズミのことであります、えー。それでは猫を噛むのかとその辺がどうもはっきり見えてこないわけでありまして、えー、年末をしつまってからあ野田総理は中国とインドを訪問しました。えー なんとなく、猫を避けて、絵画にとんそうという印象を与えたことは、ああ、今でもありません。あの、じゃ、先日、昨今のそういう野田さんについて。民主党のある幹部と、次のようなやり取りをしたんです。<laughs> まあ、私は、この際どい時期に、えー。日本を留守するのはいかがなものかと。え、中委員との間で、緊急の懸案があるわけじゃないじゃないかということを、言いました。 でその幹部はいやまあ,あの総理は主派理の方針で着実にやっていると主派理と言ったんですね何、えー、ですかそれはと、えー、聞いたところあ知りませんかと「守守るの守、えー、破るの派離れるの理主派理」えー、これはあ武道などの修行のやり方として3段階に分けるとよく知られている言葉だということでありまして。 私は不確にしてそれを知らなかったわけでありますがその幹部曰く今の総理は主であるとこれから派に移りそして理に行くと順にやるんですと、まあ、こういう話であります。剣道空手道などの解説書を見てみると主というのは流儀を忠実に守り型通りにあることであります。 それが一通りり終わるるる頃にをを破る努力をすすと、えー、派であります、えー、さらに修行を重ね高い段階に進むとおこれが理の境地に至るということでありましてこれはまあ武道だけじゃなくて書道茶道華道あのおなども修練の精神は同じだということであります。えー、さてまあ政治家の道はどうなのかということでありまして、えー、野田さんは就任以来 約4ヶ月になりますが最初は世間からそれなりに期待をされたわけでありますけれども最近は不支持率が支持率を上回るということでありましていつまで安全運転やってるんだという批判にさらされているわけでありますさまざまな課題が全て先送り年を越したわけでありまして目を削らない歳出カットにはあまり熱意を示さないと そういう状況の中で税と社会保障の一体改革に不対点の決意でと言ってみたところで、えー、まあ空想に響くというほかないわけでありましてこういうまあ一連の野田流儀を武道における守守るですね守と言い換えていいものかどうかということを感じます。えー、主張と似たのに「うんどんこん」という言葉がありました。 えー、これはかつて保守政界で政治家の心得としてよく使われた言葉でありまして最近はあまり聞かないんでありますが運は運命の運ですね運を大切にしてどんこれ鈍重に構えて根気よく励むということであります、えー、非常にまあ対照的でありましてシューハーリーは飛ぶときは思い切って飛べということを求めているこれに対して運どんこんはまあ焦らず地道に汗をかくと いうこことを教えててるわけでありましてこの今日本という国のいわば国難とも言える時期にどちらに時代の要請があるんだろうかと、えー、いうことを感じるわけでありまして、えー、まあ今の政界を眺めてみると自民党という政党はどうもうんどんこんの立場じゃなかろうかとそれに対して民主党は周波利つまり飛ぶ時は飛べと いうこ,とをこれは、まあ、民主党はそういう政党かどうかというよりはむしろ世論が求めている、えー、もうすぐ腹をくってやってみたらどうだと、まあ、いうことでありますが、えー、肝心の野田総理は非常に鈍重に移るわけでありまして、えー、党内で消費税、えー、反対派がいろいろと動きを見せているわけでありますがそれを見ても今のところ起こる気配を見せないということであります。 えー、野田さんはご自分の著書の中で政治家が備えるべき真実に夢教授人情この3つを挙げました、えー、それも私は結構なことだと思いますが今求められているのはまさに突破力でありまして、えー、年が明ければ野田さんはこのままの状態ではとてもこの政権は持たないと、えー、一つ面目を一新してもらいたいというふうに思う次第であります。